何だ、どうしたの、どうしたの。おもむろにパトカーから逃げ出そうとする。何だ、どうしたの、どうしたの。もみ合ううちに若い男の懐からハンガーにかかったままの洗濯物が顔を覗かせた。分かっとるで。観念したのか、男は再びパトカーの中へ。必死に逃走を図ったのは、後ろめたいことがあるからに違いない。若い男を育田と谷井が追及する。何、最初話ちゃんとさ、おとなしく話聞いてくれとったのに急にさ逃げよう。もう分かっとるんで、本当に誰もとかじゃなくて、うん、夜知るのが好きで、うん、何で逃げるのって。そんなことないだろ。若い男は未成年の学生だった。他人のベランダでしていたことには答えず、未成年だから逃げようとしたと話をすり替える。もうさ、正直言え。本当です、本当に。嘘つくとめんどくさいよ。余計めんどくさくなるよ、本当にね。本当、分かっとる。ソダと谷井が学生を諭し続けると、ようやくその重い口を割った。うん。他のものが取れないし。だな。学生はようやく干してあった洗濯物に手をつけたことを認めた。差し出したのはハンガーにかかったタオル1枚。なぜ干してあるタオルが欲しかったのか。ごめんね、僕らもこういう仕事やっとるもんね。この時間帯に座って、そうですよね、洗濯物、僕も受け取るとしたら、なんでってなるんだけど、タオルが欲しかったの。だから、だから、物を取ることがなんか、うん、他に何があったか覚えとる？選んだの。服とかじゃないですかね。服もあった？服もあったのも、ちょっと特に手当たりしないっていうか、なんかパッケだった。被害者宅は、用心のため、洋服とタオル類だけを外に干していたという。もうダメだ。何がなくて、なんで、だって、後ろのさ、見る見るうちに顔が青ざめていく学生。そんな彼に突きつけられる現実は、分かっとると思うけど、泥棒になっちゃうもんで、窃盗ね、逮捕するでね。いい？3時25分に窃盗で現行犯逮捕するでね。男を窃盗の容疑で現行犯逮捕。ソダと谷井コンビの連携が窃盗事件をスピード解決に導いた。